こっちの愛の時は陰時間という成分になるんです。で、こっちの時はインドキシルという成分で、この植物の中に無色透明で存在しています。これが空気に触れて酸化すると青色になるんです。どっちもインディゴという成分になります。インディゴお聞きになったことあると思います。ジーンズの。はい、実はあのジーンズ染めてたのも昔インドで、染めてた南蛮小松菜っていう、これはマメ科の植物なんですけど、小松菜ってあの河原とかにたまに生えてるあの萩みたいなお花なんですけどね、それの仲間を、それも藍に使われてて、それが一番効率よく藍の染料が取れるので、インドでよく大量生産されてたんで、それが元でインディゴっていうようになったんですけど、そういうふうに藍の仲間って蚊とか属とかそういうものを超えていろんな植物に、たまに現れる珍しい成分やということを覚えておいてほしいです。で、藍染めなんですけど、藍染めは他の草木染めとちょっと違うんですね。他の草木染めはだいたい煮出したりして、焙煎液に使ったりアクを使ったりして、まあ染めるわけなんですけども、藍の場合はそういうことしません。煮出したりもしませんし、焙煎液もいりません。布につけて、布に吸わせて、空気に触れさせて、酸化させてやると、もう水に落ちにくくなる成分になるので、それで利用してるんですね。ということで、まあ説明はここまでで、今日は20人と聞いてますので、だいたい5人ずつぐらいでちょっと体験をしてもらいたいんですけどね。はじめちょっと藍の摘み取りをちょっとどなたかにお願いをしたいんですけども、なるべく後々の作業になってくると手が汚れる可能性があるので、手汚したくない方から優先で摘み取りをやってもらいたい。今どなたか、はい、はい、1名、はい、いいです。はい、5名ずつ決めたんですけど、4名になってしまったかどうかが。なら、大体これぐらいの長さで、まあ、指でも詰めるんですけども、ハサミ使ってもらってもいいです。長さは、大体半分ぐらいですかね、この株の。半分ぐらいの長さで、ちょっと。そうですね、できるだけ高く。これがお茶摘みやったらね、風景になるんですけど、これ藍摘みってなかなか風景になるかどうかわかんないので、出てきます。遠慮せずバリバリに買ってください。これ一つしかない。それもでね、すごい雑なことを言うと、葉っぱだけにするんですか。そうなんです。軸は染まらないんです。で、ほんでもって染めるときに邪魔になるのと、あとすり鉢で後で潰してもらうんですけど、潰しにくいので。これ何種成分、何種成分でしたかね。これはインディカ。インディカ。インディカ。インジカとも言うんですけど、ね。インディカ、インジカ。そうすると絵も外した方がいいの、葉っぱだけの方がいい。大体でいいですよ。茎だけ、はい、太い茎だけ取れればいいので、はいはい、こうやってツッっていう取り方でもいいです。茎は何になるんです。茎はね、どうしようもないですよ。ゴミになるんです。茎は食べたらうまいんちゃうのか。苦いって多分苦いと思う。苦いっていうか辛いっていうかな、多分美味しくはないと思います。なんか食べれそうな見た目はしてるんですけどね。なんか美味しそうやね。うん、青々としてて、しかも食べてあんまり虫がつかない作物なので、食べ食う虫もないもんますな。食べ食う虫もうまくないということ。食べ食う虫も好き好きなんで、食べ食う虫はいるんですよ。なるほど。確かにつくんですけど、他のやつと比べるとね、やっぱりつきにくいですね。でもって、このタデなんですけど、タデ何種類か品種がありまして、今この摘んでもらってるタデより葉っぱの大きい
種類もあります。それはうちにはないんですけども、このうちで作ってるこの丸くてちょっと小ぶりな葉っぱのものは椿葉藍って言って、まあ、椿の葉っぱみたいなまん丸な形の藍ですよっていう意味なんですけども、そういう品種を使ってます。はい、引っこ抜いてるやつを使いましょうか。まだいっぱい向こうにあるけど。ありがとうございます。まだあるんですね。引っこ抜いたやつだね。はい、ちょっと土ついてるんでちょっと手汚れるかもしれないんですけど。どうもならへん。そういうところかな。なあと思いつつもこういうことしてもらった方がいいかな。困らんこともないんですけど、根っこは全然ですね。あ、出ますね。どれかな、どんな味するの。タデクを虫やから、タデクを人間とか言うて、ぐらいに育つやつ。これぐらいの時期がちょうどいい。食べられんことないですよ。タデク、タデク割れやけど、薬になるようなものなので実際は。あ、そうです、そうです、実際に人体に使うときはね、別の効能があったはずなんですけど。癌に効くとか。あ、そこまでは、そこまで、あの奇跡の薬みたいなことは多分ないような気がするで。ここで発見しようか。ほとんどやってなかったんです。はい、こんだけあると。あれでもすぐにまだ育つやるね、これ。そうですね、2回くらい染めれそうやな。これね、潰すとね、量が減ってしまうんですよ。もうちょっとね、こんぐらいにしときましょう。これも変わる変わる、なんか積み作業をしてない方、ちょっとなんか体験してもらえる人いますかね。順番に一人ずつ、ちょっといかに潰しにくいか。ちょっとずつちょっと水を足しています。ちょっと水足しますよ。手応えがあるような、ないような、ないような。餅つきみたいにね、あの水入れて混ぜて。そうですね、しかも、あ、そうですね、支えるやつ。ミキサーでガーッとやったの。ああ、どうなんがないでしょう。もったいもったい。これがね、楽なんですけどね、ここね、電源取れるところが全くないやないな。それ考えたんですけど、家のあまり使ってないミキサーを持ってこようかなと思ったんですけどね。電気がないわ。そうなんです。周りからグリグリグリ、そう、周りからサイドからね。そうそう、ほんでもって真緑じゃないですか今。これね、時間経ってくると徐々に色が変わってくる。そうですか。でも変わる前に染めなきゃいけないので。緑の間に。やけど、そんなあの高レベルなことを僕は色をお願いしないで。僕は僕の言い方があるんだ。なんかうまそうな気がするな。気のせいです。僕らもあの基本的に皆さんと変わらないんです。やってるかやってないか。そうそうそう、これをもうちょっと出しましょうね。なんですけどね、それがね、意外とね、こべりついて後で取るの大変なんですよ。なるほど。これをね、このまま布に浸すんじゃないんです。一回こすんです。はい。だからあんまり。そうそうそう。なるべくあの、水の中に成分が溶け込むように。そうですね。うん、やばいな。ちょっと色が青みがかってきた。青みがかるの、うん、酸化していくの。そうなんですよ。早いですね。ちょっとちょっとだけね、ちょっとだけですよ、ほんの気持ちぐらいです、うん、あのビリジアングリーンというか、うん、ちょっとだけ青がかかってくるくらい。これはアルカリ性とリゾマス資源やで、アルカリ性ですか、酸性ですか。ないです、ないです。中性というか、まあ、弱酸性ぐらいですか。弱酸性、はい、植物の、成分が入ってるので、まあ、中性よりかは弱酸性。うん、なるほどな。でアルカリでやるとどうも紫色になるとかいう、そういう実験もあるらしいんですけどね、僕はやったことないです。一回試してみようか、今回は高度な質問があるでしょう。怖いな、最後の質問コーナー長くならないでしようかな。という感じで、まあ、ある程度
擦れたら、ここ。ああ、どっちが長い？一番長いか。これ、木綿です。これ、さらしの布なんですけど、贅沢なことに、この藍の生葉染めって布を選びまして、これね、木綿染まらないんです。で、不思議なことにすくも染めにして、さっきみたいに一回還元させるとできるんですよ。木綿でも染まるんです。なんですけど、この生葉染めっていう方法は物を選びまして、シルクだとかナイロンとか、まあ羊毛でも、まあ、染まらんことはないっていうことぐらいを聞いてます。で、木綿はね、決して染まりません。その時は確かに青色になるんですよ。ほっと これもほっとくと青色になってくるんですけど、洗うとすぐ落ちちゃう。それで素材の特徴、それでインドで染めてはってるよね。インドシルクがあるから出てね、ダッダダーンと。これはね、これ今日お持ちしたのはこれシルクです。はい、ちょっと一回水につけてくれて、これ直してから、ここで一回つけて、気がした。何度やな。うまくいくかな。皆さん祈っといてください。うまくいくかな、ね、うまくいくかな。もう落としやすい。信仰とって、これはね、見ての楽しみです。あ、ちなみに藍色じゃないことは皆さんにも言うときます。藍色じゃないです。藍色じゃないです。あんな濃くは染まらない。お、そう。髪のぞき色って本当に綺麗な色なんですよ。ちょっと僕に髪のぞき色、亀のぞき色、これはね、その先っていうかすくも染めの時の色なんです。すくも染めの亀、発酵させてる亀を覗いた時の泡の色が亀のぞき色。だからあのエメラルドグリーンのね、本当に綺麗な色なんですよ。カワセミもね、よくそういう色やって例えられますね。あ、カメってカメであれですか、あの壺のあのカメ、壺のカメですか。カメのぞき色、つぶつぶで見てもらって、いろんな人のいろんな経験があるから、そういうのは楽しい。繊維の奥の奥まで入れてあげんと堅牢になってくれないんですね。これ染まってくれるといいな。今染めてるんですね、これ。染めてるんです。今染めてるんです。ちょっとお兄さん、お兄さん、ちょっとやってみようか。会見さん、染める体験を鈴井くんやってみる。ちょっとね、こうやってね、押し込んで空気をこうやって抜いてもらう。鈴井くんのために。で、木綿は弾いちゃうみたいで吸い込んでくれないらしい。他のやつやったら水に溶けてる成分がちょうどいい具合に、まあ、吸い込むんでしょうね。木綿は中が空洞なので、なかなか上手ですね。でそれで吸い込んで、他のは止まるんですけどね。なんでか知らないですけど、藍染めの生葉では止まらない。ほんでもってもう答え合わせがある。なるほど。これもね、シルクらしいです。これは初めてです。でもちょっとちりめんの、まあ、ちりめんの方がよすかもしれないなと、ちょっと期待を込めて。お、ちょっと一回なら軽く絞って広げてみましょうか。で、はい、パタパタって。お、染まってきたな。嬉しいな。こちらもやっぱりちりめん早いですね。早い。これもちょっと今はまた色合いが違うね。でちょっとこうやって酸化させて。あ、こっちなんかだいぶ青いね。だいぶ色になってきましたね。よし、もう最後の締めで洗おうか。ほんでもう一回つけて、最後ラストいく。うん、わ、すごい色。やっぱちりめんいいですね。これね、うちのボランティアさんで、あまりにも
あのシルク欲しい欲しいって、あの独り言のように言ってから火使って持ってきてもらってでもこっちすごい綺麗なブルーがやってきた。こんなんやったら手ぬぐい持ってくんねたなハンカチとかシルクシルクシルクいや、あんまり、やっぱりね、あんまり売ってないんですよね。本屋さんとか行けば、まあ、売ってくれるかもね。はいはい。これ、友達にちりめんもろうって言ってたな。その服はシルクちゃいますの。シルクはちょっとね、こういうところに来てくるのは惜しいですからね。暑いです。置いてないとあかんよね。やっぱり夏は木綿ですね。で、ちなみに僕の指もちょっと青くなってきてるのが分かりましたね。木綿ね、つついくん、ちょっと青くなるかもしれない。思い出としてちょっと残しておいて、すぐ落ちるから。駅の方もだいぶ酸化してきましたね。ちょっとさっきより若干青みが強くなってきます。こっちもちょっと青みが強くなってきます。本当ですね。ちょっと最後なんかいろんな人がやはりますね。人材が豊富やもん。ちょっとあのつけるのためらうんですけど、やっちゃいますよ。やっちゃいますよ。ほらもう今日は綺麗に染まりますね。いけまーす。クレハロかな思って。初めてですよ、シルクお持ちの方がいる。そんな人がやられる。初めて。こんな予想してきはったんですか。そう染めたらと思って。様子様子。さすがに。おお、よう収まる。家で言ってはるで。おお。そう、もう一枚。マフラーに。これも水洗い。おお、めっちゃ綺麗。これはこれでいいですか。これはもう高い。今ちょうどあの私物でお持ちの方いらっしゃったんであれなんですけども、あ、藍染めの、まあ、服も染めもこの生葉染めもそうなんですけど、太陽光に弱いのであんまり日に当てないでください。影干しをするようにお願いします。影干しですよ。太陽もこんな暑いところではダメですかね。あ、作業しはるのもこの暑いとこ。これはね、まあ、あの仕方ない。これちなみに影で見るとね、この染めたての色ってすごく汚く見えるんです。不思議なんですけどね。ちょっとブルーになってる。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗やね。めっちゃ綺麗。見ました。うわ、出てきた。出てきた。すごい色。すごい色ですよ。わあ。素晴らしい。こんだけ染まったの初めてですよ。やっぱりもう一回ぐらい絹が上等なんですよ。え、やっぱそんなあるんですか。すごいな。これすごいですわ。これはちょっと嬉しいですね。上等なやつですよ。帯揚げだと思いますよ。帯揚げですか。いろんな方がおられますね。これは誰かで。すごい。浅葱色になってきた。布の素材的に全然色は変わんね。やっぱり吸える成分の限界があるので、やっぱりね、これ以上はね、あんまり濃くは染まらないはずです。でもその色すごい。で、締めの3回目でこれでおしまいにします。こっちも、うん、汗やね、雨も降らず、そうそうそう、今日いい天気ですしね。この色見るのはやっぱりお日さんの下が一番いいかって。あんまり絞ると縮めちゃうんだね。あんまりムラもできず、いい生地やな。素晴らしい。ちょっと変えてくるし、誰かが笑ってます。ちょっと乾くとね、もうちょっと白身がかかって、この染めたての綺麗さっていうのはちょっと消えちゃう。なんで綺麗なんだろう。また洗うと色が変わる。まあ、家持って帰ってもらってから、もう仕上げにもうちょっと軽くもみ洗いをしてもらうと、あの余分な緑色の成分が抜けるので、もうちょっと冴えた色になるかな。これ完成です。うちで用意したやつより、ね、はい、
イドお願いします。これは一年に一遍だけですか、こういうのができるのは。これね、染めるのは花が咲くまでの間。一年に一遍だけですか。一年何回かできます。何回かできる。すくも染めの時はもうバリバリっと全部買っちゃうので、あの時は一年に一回だけです。なるほど。宿場体験かな、こんな雰囲気で。もう体験や。前やったやつなんですけどね、これもよう染まったと思ったんですけど、負けました。これはね、ちゃんと当たって、こうやって、はい、ゴムでこうやって結んでやったやつなんですけど、これが見本になります。でもそれ、いい色ですね。もういい色です。それ模様がありますやん。そうです。これ、ここね、ここは、朝紐なんかでグッて縛っとくと、輪ゴムでもいいね。グッて、グッて。え？輪ゴムで。輪ゴムで。いいなー。今までよく染まってもこの作業着ぐらいだったんですけどね。作業着ね。から、ちょっとこの生葉染めとね、ちょっと色はだいぶ違いますし、染めれる生地の種類もだいぶ増えます。うん、だから、この爽やかな青色が好きっていう人もいるんで、生葉染めはやられてる方いるんですけど、一番手っ取り早くて、一番藍の方が、テイストをよく分かってもらえる方法ということで、今日、皆さんの目の前で生葉染めを皆さんに体験していただきましょう。ということで、今日はこの上等な生葉染めの生地ができたので、今日は大成功ということでおしまいにさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。